ゴールとしてパワポが明日からめちゃくちゃ綺麗になるっていうのは現実的じゃないと思うんです。資料作りでどうしたらいいんだろう、なんか悩んじゃうなみたいなところに悩みが一つでも多く減らせればなっていう、ターゲットとしてはデザイナーではなくてデザインの知識がない一般のビジネスパーソン、身につけてほしいこととしては資料作る上で必要な最低限の基本ルールと捉え方です。間違ってると時間かかる、捉え方を正しく捉えれば時間かけずに作れるっていうことがスキルを身につけなくても起こるので、捉え方考え方の部分を特に。